皆さんこんにちは。今回は五木ひろしさんの妻、子供、豪邸について詳しく調査しました。最後までご視聴いただけると嬉しいです。まずは五木さんのプロフィールと経歴から見ていきましょう。名前、五木ひろし。本名、松山和夫。生年月日、1948年3月14日。出身地、福井県。職業、演歌歌手、作曲家、俳優。趣味、特技、津軽三味線、ギター、映画鑑賞、絵画収集。身長、173cm。幼稚園から小学校2年生までの3年間を三重県鳥羽市で過ごし、その後、福井県美浜町に移住します。小学生の頃から歌手になりたいと思っていた五木さんは、映画の撮影で福井県美浜町を訪れた美空ひばりさんを見たのがきっかけで、より一層歌手になるという気持ちが強くなったそうです。そして歌手になる夢を叶えるため、中学を卒業した翌日に長女を頼り単身京都へ移り、関西音楽学院に入学しました。その後、作曲家の上原玄斗を紹介され、プロ歌手を目指し上京します。そして上原玄斗の内弟子となり、松方弘樹さんらと共に歌を学びます。五木さんの歌が上手すぎたため、松方弘樹さんは歌手を諦め役者へ転向したそうです。1965年6月に松山勝名義で新宿駅から信濃路の果てでデビューを果たします。デビュー以降、数々の改名を経て、1971年3月に今の芸名である五木ひろしとしての活動を始めました。作詞家の山口洋子さんが、いい月を拾おうという意を込め命名したそうです。再デビューシングル、横浜黄昏が大ヒットを記録し、第4回日本レコードセールス大賞男性新人賞を受賞しました。また、第4回新宿音楽祭金賞、第2回日本歌謡大賞放送音楽賞、第13回日本レコード大賞歌唱賞を受賞し、念願であった紅白歌合戦への初出場も果たしました。紅白歌合戦は20年までに50回連続で出場し、50回出場は歴代1位です。大トリも6度も担当しています。出場50回は北島三郎さんと並びます。マイクを左手で持ち、右手は拳を握りしめ、腰をシェイクさせてリズムを取る独特の歌唱スタイルは、同じ野口プロモーションに所属していたキックボクサー沢村忠さんのファイティングスタイルからヒントを得たもので、モノマネをされるほどに五木さんの代名詞として定着していきました。そんな五木さんですが、1989年にカズユウコさんと結婚します。五木さんが40歳になる日に入籍したと言われています。当時カズユウコさんは誕生日を迎える前だったので28歳でした。カズユウコさんは1959年4月29日生まれ、東京都出身で、本名は松山幸子と言います。カズユウコさんが芸能界にデビューしたのは1982年頃。1981年にミス着物1を受賞したカズユウコさんは、知人の紹介によって出会った演出家である和田勉さんの勧めで女優を目指すようになりました。その後、1983年に放送された NHK のドラマ「波の塔」で本格的にデビューを果たします。それからはテレビドラマや映画をはじめ、舞台などでも活躍する女優となりました。しかし結婚を機に芸能界を引退。ちなみにカズユウコさんは難病を患い闘病しているとの噂がありますが、完全にデマでした。引退後、メディアに露出しないことから闘病生活を送っているという情報が出回ったようでした。五木ひろしさんの嫁としてサポートに回りました。また2018年に行われたマラソン大会にカズユウコさんが参加された際、マラソンに関する取材でコメントしていました。カズユウコさんは芸能界引退後露出が少ないので貴重な情報となりました。カズユウコさんはスポーツ紙の取材に応じ、以前に夫婦の部で一緒に走ったので家族でまた一緒に走れたら楽しいだろうなと思うと笑顔でコメントしています。カズユウコさんは事務所の社長として、また妻としてマラソン大会を支えているようです。そんなお二人の馴れ初めは舞台で共演したことがきっかけだそうです。1988年の正月に新橋演舞場で公演された
五木ひろし新春特別公演の舞台で共演したのが馴れ初めとなります。二人は夫婦役を演じているうちに恋心が芽生えました。五木さんは和優子さんに一目惚れして猛アタックしたそうです。舞台終了後の1月23日に五木さんは和優子に愛の手紙を送り、交際へと発展し1989年に結婚しました。五木さんは愛妻家として知られていて、休みの日には妻と一緒に一日過ごしたり、昼食には愛妻弁当を持ってきたり、仕事で地方に行く際には必ず妻に電話するなど、現在でも妻にベタ惚れのようです。そんな五木さんの結婚式は高輪プリンスホテルで行われたそうで、結婚披露会の総額はなんと5億円だそうです。芸能界史上最高額だったそうです。高さ11メートルの特大ケーキが登場し、令和時代では考えられないようなド派手婚となりました。そんな五木さんのご自宅は豪邸だと言われています。場所は東京都大田区田園調布だそうで、田園調布は日本のセレブが集う街として有名で、長嶋茂雄さんや石原元都知事の自宅もあります。そんな中佇む五木さんのご自宅の豪邸は推定7億円ほどだと言われています。ちなみに五木さんの年収は約3億円とのこと。70歳になっても現役で稼ぎまくっているのは圧巻ですし、生涯安泰といったところでしょうか。さすが一流芸能人は稼ぐ額も自宅もスケールが違いますね。またお子さんについてです。五木さんと和優子さんの間には子供が3人いるようです。子供たちは3人とも海外留学の経験があり、英語が堪能です。3人について紹介していきたいと思います。最初に長男の大輔さんについてです。名前松山大輔、生年月日1989年、学歴ニューヨークの大学を卒業、職業ユニバーサルミュージック。長男の松山大輔さんはアパレルに興味があり、ニューヨークの大学に留学されました。大学を卒業後はアパレル企業で通訳の仕事をし、音楽関係の会社に転職しています。香港支店で2年勤務しており、結婚、お子さんが1人います。五木さんにとってはお孫さんになりますね。お孫さんは2022年で4歳になります。次に次男の和沙さんについてです。名前松山和沙、生年月日1992年、学歴ロンドンの芸術大学卒業、職業画家。和沙さんは幼い頃から絵を描き始め、高校2年で英国に留学しました。2017年には個展を開いて画家デビューしており、活躍が注目されています。そして長女のかなこさんです。名前かなこ、生年月日1995年、学歴青山学院大学卒業、2018年、職業ファッション関係。ファッション関係のお仕事をしているみたいです。スタイル抜群なのでモデルさんなのかもしれませんね。そんな松山かなこさんは2021年に結婚しています。お嬢さんの結婚については特に心配していないという五木さん、付き合ってる頃から紹介されて好青年だなと思っていたもんですから、とてもいい彼なんで自然と認めてしまいましたね。お子さん3人ともとても親孝行ですね。いかがだったでしょうか。今回は五木ひろしさんについて詳しく見ていきました。これからも日本を代表する演歌歌手としてさらに輝き続けてほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。